トレビビチ山は、ボスニアヘルツェゴビナ中央部に位置する山である。サラエボ南東部、イストチのサラエボに位置しアホリナ山に接している。トレビビチ山の標高は1627メートルで、サラエボ周辺の主だった山の中では、イグマン山に次いで2番目に低い。中世、トレビビチ山は、 ずらとにどの名で知られていた。1984年に開催されたサラエボオリンピックでは他のサラエボ周辺の山と同様にボブスレーなど競技会場として使用されていた。サラエボ包囲の時にはトレベビチさんは砲撃には都合の良い場所であったため用となる戦場であった。トレベビチさんは今日イグマン山やビーエラシュニツァさんほどには重要な観光地ではない。 1990年代初頭の紛争で大部分では激しい戦いが起こったが、現在ではすっかり地雷も撤去され、トレベビッチ3で市民が被害を受けることは聞かれない。多くのホテルや山小屋などの施設がトレベビッチ3近辺には立地する。トレベビッチ3には2018年4月6、以前の設備とは全く別の新しいケーブルカーが再開営業しております。 廃墟となったボブスレートラックをハイキングコースと結びつけ、魅力あるコースを作り上げています。1977年にボブスレートリュージュのトラックが計画された。トラックの計画は1981年に認可され、その年の6月1日に着工され、翌年の1982年9月30日に5億6320万9000ヤードの費用をかけ完成した。 1984年のオリンピック開催時には、リュウジで2万人、ボブスレーでは3万人の観客を集めている。冬季オリンピック開催後は1991年に、勃発するユーゴスラビア紛争とそれに続く、サラエボ法今では、トラックは、ワールドカップ等の競技会で使われていた。トラックは、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の結果、ダメージを受けてしまった。 サラエボ法維持には、トラックは、セルビア人、ゲリラ勢力の砲撃台として使われていた。今日でもトラックは紛争中に受けた傷跡を含め、残っている。本来の用途ではなく、そのほとんどは新時代の芸術的な表現の場として、使われている。また、2008年に、セルビア系の団体が、山の一部である。 スルプスカ共和国領域に紛争を記念した26メートルの巨大な聖教の十字架を掲げる計画を立て論争になった。1984ムインターオリンピックスオフィシャルレポートピアニッシモ6164から 70107180184& ア,アクセストフェブラリー26 2008アーティフィシャルトラックワールドカップビクターズシンス1978インクルーディングサラエボアクセストフェブラリー26 2008ウィンターブルーデトラックオブサラエボメンショニングザトラックエスディストラクションアクセストフェブラリー23 2008ウォレチムスキーデビッドハイメラッキーザコンプリートブックオブザウィンターオリンピックス 2010, エディション、ロンドン、オーラムプレス P7 インターナショナルアドミニストレーター。ボズニアンサーブオーソリティーズシュッドノットアラウ、ジャイアントクロスオーバーサライボ、アソシエーテッドプレス、インターナショナルヘラルドトリビューン、マーチ14-2008ありがとうございます。